はいはい、続きです。急に終わってびっくりした。神社はなんか別の機能なんだろうな。でももうじゃあちょっと待って、500修理1000、あーはーはー、まあ今行くか。はい、またさんいらっしゃい。敵弱いだろこれ多分。これ回復くんねえかなあ。うーいやーう、電池くれい、電池が足りない。ない、なんか爆弾がめっちゃ出る、なぜか。爆弾出るね。はいはい、こいのぼりさんいらっしゃい。死ぬかなこれ。金がこんなにないと思わなかった。まあ2000円貯めていけばいけるか。ダイヤ教徒以下のインドのシーンから、なんだって、ちょっと待ってごめん、ちょっと今大変なんだこれ。なんだって。はい、ポチさんいらっしゃい。飛び込み隊長さんもいらっしゃい。若干お久しぶりな気がする。回復出なさすぎじゃね。仏教は全てを受け入れるんじゃないのか。そうなのあー、ボム出たけどいらねえんだよこれ。ずはい、あーで結局回復出ねえのかよ。なんなんだよこれ、腹立つ。はぁ強い。へぇー、まだか、まだってね、まだってね、一発だった。最強守備ビームだから。お金くんねえかな。ボス倒しても金になんないのかな。あ、よく考えたら回復って一般家庭でタダでできなかったっけ。あれ、あ、回復した。いや、もうで、もうしてくんないのか。回復手段なのか。この真ん中の家は何だろう。これはなんだ、普通の家とは形が違う気がするな。工場っぽいけど。回復っていうか防御力強いのくれ。そんなのないかもしんないけど。なんでこんなにミサイル来んの。ボディ狙ってか、いってえな。どうすりゃいいのこれ。いやー、いやー、お金すごいスピード感だ。いけんの、いけなかった。キリスト教の勧誘なんだろう。なんだよ、外国人が歩道橋で地獄行くとだけ書かれたプラカード持ってて、ただの細木和子だった。何それ。ちょっと待って、あ、ダメだあかん、もうそんな何の話だよ、意味がわかんねえ。気になりすぎるだろその話。なんだって、ああ無敵。それ勧誘じゃなくて自分が一体だけなんじゃね、笑。勧誘なの。え、一番ちゃ、笑。あいつは優しい人で恐怖を煽るよな。まあね、そういう仕事だ。やべ。乗ったよ。乗るとこまで、うわもう。どうすんだよこれ。ひどい。嫌がらせじゃねえか、ただの。画面ごと揺れちゃうから。早い、わらわら。あ、これいけるかも。これいけるかもしれない。これはひどい。よし、いけるこれ。いけるパターンだ。もう何のために作られたかわからん装置だな。なんかエロいおもちゃみたいになっとる。いける。ちょっと遅れた？こんぐらいがいいのかな。何回当たってんだろう。あれ、守備ビームって回数制限ないの？ない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 。もう食べ放、いや、打ち放題よ。発砲許可書だけあれば。打ち放題。街中で撃ってよしっていう。へぇ、ロックバスター的なやつか。ため打ち、ただのため打ちだね。ただめっちゃ強いけど。まあ使う機会があんまりないというか。これな、どこだったんだろう。お、この年までこんな目に遭う、会うたことはなかったわ。うちの名物の菓子。なんかすげえ助かるパターンか、これ。よし、工場だな。あれ、今いくら持ってた？やーべえ、2000円なかったな。まんじゅうはあれだな。回復してくれる、多分死んだ時。そうじゃなかったら怒る。萩の月だな。萩の月なの？これ栗まんじゅうじゃないの？ドラえもんの。
ギの月食いてー、あー危ない、ハギの月と白い恋人が食いたいわ。おお。金満ヨシマンジュウだね。埼玉メーカーじゃねえか。金満も食いたい。なんでもいいわ。なんでも最近のお土産物は昔に比べてだいぶうまくなったよな。昔はなんかただ甘くてなんか子供があんま好きじゃねえ和菓子みたいな感じだったけど、最近結構うまいもんね。戦いだ。俺との戦いだこれ。自分との戦い。やっぱりここか。おぼっ。関西はそんなことない。わら。あ、え、どういうこと？相変わらずまずいってこと？やばい。タイミングはここか、ここか。ハトサブレをいつも食っていたい。落ちない。ハトサブレうまいよね。昔そんな好きじゃなかった。あ、いや、行ってよ。美味しいよ関西のまんじゅうとか。へえ。あーいやーもう見た目で何も分かんないトラップマジやめてほしいわ。初見殺しじゃんただの。初見じゃないけど死にそうになってるよこれ。なんだよこのトゲトゲが置いてある感じ。あ、電池来た。しかも黒電池。鍵の月は仙台だね。仙台、へー、これどうすれん。絶対2回当たる保証。あ、大丈夫だ。東京バナナ食いたい。マジで東京の人は食わないからわからないな。仙台はうまいもんたくさんあるな。牛タンと武田信玄だっけ。食い物じゃないな片っぽ。どっちかが片っぽちょっと食い物じゃない気がする。はっ、いて、結局避けらんないんかい。意地悪すぎるだろう。萩は山口県なのにね。え、そうなの。あ、伊達政宗か。ごめん、歴史のことをからっけしなんだよ。信長コンチェルトしか知らないわ。あの日横ってのは結局どこのお土産なの。九州だっけ本当は。東京ではないよね。シビビームより剣の方が強い。なんだよダメージ食らうんじゃねえか。これでいいか、これにしよう。一回殴ってからの、あ、弱い。よし、ここは何をくれるんだ。君は何をくれるんだい。お礼として見返りとして。ふう、面白いけど疲れるなこれ。よし、調子に乗って。宮城の萩ってのがあるよ。宮城の萩、意味が分かんない。萩ってどういうこと。アクションゲームは続けてやるものじゃないからな。まあでもこれは途中でやめることはないよね多分。セーブないし。地名。若いやつはやるね。よし、気に入った。おめえの体、今の倍の強さ。HP2 倍ってことでしょ。やべえ、なんか右下に金色の、金色の何かが。よし、わかった。これ病院で回復して、いや、やめとこう。どうしよう。どうしよう、これ。薬屋さんで、買い物で、買って、本当だよ。今までかなりはしょった作りしてたな。で、一般家庭で修理して、で、それでもうラスボス挑めば赤くなった。危ないよ。ちょっと待って。そうだよ、この博士がさ、博士の力だったら全然で弱かったんじゃんか。あ、もう乗ったんだからいいじゃないか。昭和のオルみたいになった。 OL？ 昭和の OL。 あ、この赤い感じが何それ。あ、ジャンプか、ジャンプか。あんまり見ねえ。ジャンプが強すぎる。あ、危ねえ。電池くれ。いつまでこのジャンプ。あ、もうなくなってんじゃねえかよ。無敵時間が短いんだよ。上がったのにビキニアーマーになってない。そうだな、バリスみたいになればいいのにな。バリスと被っちゃうからダメだったのかな。女子高生という部分も含めて。はあ、トゲ来るよ、トゲ来るよ。もうなんか HP 上がった気しねえよ。上がり下がりなのね。あ、変わったし。すごいすごい意地悪だわ。意地悪クイズだわこれ。意地悪村の人たちだわこれ。ちょっと待て。
ちょっと待て、ジャンプが高いことはいいところで生え生えてくる。ちょっとジャンプまた弱くなったし、電池が黒電池出ないのか。あとボスの弱さにかけるわ。うわ、猿当たるんだよなこれ。どういうことこのジャンプ、危ない危ない。よし、赤電池か、黒電池欲しい。ああもう分かんない。あのトゲ何なの。あ、チビビーム無理だ。でも弱いし、めちゃめちゃこのままかな、ずっとだったら楽。当たり判定とか下に来た。あ、黒電池はアルカリなのか。そう、デュラ、なんだっけ、パナソニックのなんかあれだよね、よくコンビニで昔売ってた。もう右上に羽が映ってるから。羽？右上に羽？どうした、なんか誤爆した。よし、ここで回復してもらって。でもなんだなんだ、ステージクリアごとに HP の上限が上がるのかな。だとしたらもう一個増やさないといけないな。はい、敵が左に行った時に羽の端っこが右側に見えてる。よし、あ、え、上限上がんないじゃん。え、上限ってどうして上がるんだ。もうでも無理か。ヒントってなんだよ、ヒントって。金かかんの。どうしよう。いっか、もうラスボス。この状態の。あ、いってヘッドショット。嘘でしょ。300円って何なんだよ。絶対金額分。あ、もう。ミサイル何もくんねえからな。ちょっと、何これ、帰ってこないの。なんか、一回乗るとあかんの。はい、危ない。身内から枯れとんじゃねえよな。刀で落とせばいい。何の法則なのこれ。法則がわかんない。あ、わかったわかった。羽。いや、はい、お金もうもらっても意味ねえけど、いて、電池くれ。羽がいつまで持つか。もう羽いし、結局すぐダメだった。マークが残ってる段階でもうなんかダメになる。便利なのかなこれ。回復くれ。それよりも無敵じゃい。お金いらん多分。敵が綺麗。ここに爆弾が出るんじゃない。よし、爆弾出た。よし、羽またやばい、これ失敗した。なんかお化け出た。お化けって、うん、なんかジャンプ爆弾忙しい。よし、あぶねー。無敵はノーダメなだけで切らないとダメなのかね。そう、あと体当たりとかじゃない。羽きた。よし、いける。電池きた。うわ、これ絶対無理じゃねえか、跳ねないと。もう忙しいよ。あ、痛い。これ倍の強さじゃなかったら危なかったじゃん。ジャンプ、ちょ、ホーミング力がちょっとえぐいから。無敵。まあ最終面だからな。マリオのあれはよく考えられてるのよな。体力が無敵ってこと。危ない、ちょ、待って、こいつなんかいいもんくれなかったら怒るぞ。え、どこ行っちゃった。ほぼマックスだからいいや。シビビーム、あ、聞いたかな。え、ゴリ押しこれ。まさかのここに来て急にゴリ押しか。体力ないよ。そんな攻撃避けられねえだろ。いくらなんでも。なんだかんだちょっと避けてる。避けてるつもりはない。ラスボス？あれ、ラスボスだっけ？
1件だけなんか解決してないけど、なんか1本使ったな、1本使ったんだけど、何か使った、あーそうか、シビビタン A 使った、元に戻すやって、すまん、機械が故障してもうたんや、あ、そういう理由で戻れないんだ。街はパレード、ラスボスじゃ、ラスボスだった、ゴリ押し、ゴリ押しだった、まだまんじゅうも残した、戻せるものなのかまあ機械があれば戻せるらしいけど、え、いやー、男主人公いたのね。いや本当は男主人公がいるんですよ。魚屋さんだっけ、魚屋さんと女子高生がこう勝手に改造されて町を守るっていう、まあマンっていうぐらいだもんな、まあ、そしてこのエンディングである、なんかエナジーみたいな、この絵描いてる人が死んじゃったんだよね。だからもう 新作っていうか続編というか、まあ元から続編はできないだろうけど、もうできない、あらら、浦部数ということで、漫画も描いてたんだけどね、なんか若干エロ漫画的な、ワニマガ、ワニブックス的な、え、ね、名前ダサくね、シビビンマン、シビビンマンってどういうことなんだろうね、改造超人、街の人って書いて超人、さようならじゃねえ。続編がすごくね、ロックマンみたいになっちゃったんだよね。まあなあ、今の時代ではなかなか出せない。いつの日か君の街で。いいね。すごいな。こんな絵最終回ってなんだ。エンディング用なんだ。ちゃんとスタークロールなんだ。意外。意外性、はあ、この人なんか作ってるのかな、後に凝ってるな、ね、日蓮レベル40どこ、うん、なんか字がバグってる、見とこか、せっかくだから、あ、浦部数、ドットマンってすごいな、1時間じゃ40分ぐらいかな、ただの40分、1枠と20分ぐらい、ちょっとかかったね、1枠クリアできると思う、多分最短でいけば、ちゃんと体力倍にして剣強くして薬取ってみたいなすれば、ただ俺はほぼ全クリでやったから1個だけ解決してなかったけど、かなり普通にやったね、普通に楽しんじゃった、いやこれね簡単なのよこのゲーム、すごく何回かやってるや誰でもクリアできる、そんなに難しくないから、ただ初見殺しがえぐい、そんだけだ、体力倍になっちゃったらもう楽だ、上の工場を先に解禁して、攻略としては最初まず交番攻略してシビビーム打てるようにして、あとは上の工場攻めればもう大体、あとはあとそんで下の工場行って終わりだよ、嘘、シビビームっつったの今、89年、終わった、あ次行こうか、じゃあいつも大体ダメになるあれをやろう、戻った、よいしょ、2面の曲が聴きたいんだよ俺はこれふ疲れた妙に疲れた、なんだこれ、わら、ハニーマシューティングです、ちょっと待って、ね、シューティングには言えんよな、まあな、あら、あら、あ、待って間違えた、オッケー、出かけるのいつから、10時半からさっき、さ10時半までちょっと待ち時間だったから、この枠終わったら出かけるよ頭おかしいわけじゃない、何の話をしてんの、何基準なのそれは、ちょっと待って音量でかい、
なんか R タイプの裏設定みたいな話をしてるんだったら、ちょっとそれは間違いだ。ハニワとかペンギンとか。ああ、なんだろう、やっぱりちょっと若干個性出したいとかあるのかな。いや、企画この時代通らない企画って逆にあんまないんじゃない？相当変じゃなければね。だから言ったら、そういう意味では、そう、奇抜なゲームが出やすい時代、今よりは全然出やすいよね。あぶねえ、なんでこんな当たり方した？こう若干スクロールに余裕がある。余裕とか遊びがある。やべ、失敗した。やっぱりこう、ね、インパクト勝負っていうのが意外とあるからさ。ゲーセンは特にそうだけど。いや、BGM 最高なんだよ、これ。サントラが出たけど、ちょっと買って失敗した。うん、それ何万本売れるの？まあな。あ、やべえ、来た。こっちかな。やべ、失敗した。トイレキッズやアスファルゲートボールもよく作る気になったな。まあ、全部 PC エンジンだよな、言ったらな。やべやべ、失敗した。はぁ、これむずい。嘘でしょ。ダメだ、なんかくじけそう、このゲーム。な、続き？どこからだよ、続きって。最初じゃねえかよ。ちょっとこれ、真面目にやるの嫌なんだよな。曲が聴きたいだけだからさ。なのに真面目にやんないといけねえんだよ。二面の曲が聴きたいんだよ、俺は単に。裏技使うか。最初からフルパワーみたいな。最初がむずいんだよな、このゲームな。引き換え一回って、そんな。いや、まあ、そっか。PC エンジンの中でも結構上位に来るあれだ、 BGM だと思うけど、 Q カードの中では結構うん上にいるね。 Q カードってやっぱ難しいよね。誰か東方っぽいって言ってる人がいたような気がするけど、東方が全くわからないから、東方なのか東方なのかもわかんないけど、入力画面自体裏技という。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。やっぱ似てる。なんか若干雰囲気あるっていう。こういうのが意外とサントラある。そうなんだよね。サントラでもね、サントラ失敗だった。なんかアレンジ版かなんか入ってて、オリジナル版がないのよ。アレンジ版いらねえんだけど、マジ。しかもアレンジがさ、良ければいいけど全然良くないんだよ。アレンジって大体良くないよな。めったに良くないよ。なるほど。和風か。和風。来た。いや、曲だろ。わら。何の話してんの？ん？曲だろ？何の話してんの？あー、和風って以外東方と共通じゃない。ほう。あー、間違った。一個いき。ぽいな、曲。うん。あー、やべ、あー。ふぅ。剣。ええ。あ、変えるかどうかって、うわ。あぶね。これはズンの曲とは共通点ないだろう、さすがに。あ、本当。でもなんか東方っぽい。ぽいって言ってるだけだからね。ノーマルのパッドではどうやってたんだろう。NG 入れるよ、あんま喧嘩すると。完璧に一緒じゃなかったら一緒じゃねえっていうのはちょっとあまりにもだよ。あまりにも人としてどうかと思う。なんとなくわかるっていう話をしてるんだ。え？うん、いや、リクさんは大丈夫。その、ボチさんだか、キチさんだかわかんないけど。なんかちょっと若干困った人っぽいから。おー、よし、今回完璧だったな。ノーダメージだったな。ボス銅鐸？銅鐸、そうだね、銅鐸だ。おはようございます。おはようございます。よっしゃ、危ない。なんの音、まだ来るのかよ。まだ来るかね。あー、もうひどいな。いやよ、ついてた。後でこんな中国見たな。そう、うろ覚えさんか。これ動いちゃうとダメなんだよ。うわー、ダメだ。これが2面。いやいやいや、もう2面です。2面なのか分かんないけど、1の2かもしれないけど、この敵やばいんだよな。迫ってくるからな、あの後。
何も来ない何も来た勝てーな、ほんで。ああ、ダメだ。くー。いやー、ダメだ、これ。ちょっと、これダメだ。主人公が遅いんだよね。すごい。パワーアップできないのかな、一面の最初、頭、後半で。むずい。非常にむずい。そして痛い。いや、これ今のシューティングと違って当たり判定が、これ、こたつさんがやったら多分そう、あんなとこまでいけねえから。絶対いけないから。痛い。疲れた。もう出かけるよ俺は。あぶね。いやあれハニーザスカイは難しいゲームだからあれ。難しくて有名だから。曲がいいのに難しくてちょっと聞けないっていう。あれな。時計回り以外もできたらよかったんだけどな。よし。ダンジョンエクスプローラーはないの？あるけど、あるけどやって。そんなんばっかりやってません。そんなんばっかやってる。そんなんばっかって何？そんなんばっかってどれを指してるのかわかんない。ダンジョンエクスプローラーって一人でやっても楽しい？曲はいいけど一人でやるもんじゃないと思ってるからこのウーロン茶曲はいいけど聞くより打たないゲームばっか。ああそういうことか。いやシビビマンは別にすげえ簡単だけど俺が衰えただけだよ。強制スクロール、そう、まあ止まることもできるけど、だったら強制スクロールじゃねえか。あっぱれ右回転しかできなかったんだ。そう右限定だから一度食らったらもうやるよ。いやもう急にこれゲーム性変わるからな。痛えしもういいわ。やったるリズム天国がなんか真似してんでしょ多分何かを。こんなに食らう予定じゃなかったわ。はい、ファンさんいらっしゃい。おいはははひどい。クンフやってます。痛えなぁ。やべえ。やってもうたー。これは確か敵を倒した数結構大事だった気がするんだよ。体力、ああ、お前たちか。急に止まる人たち。誰が転がしてんのよこれ。危ないよ、だから危ないよ。パンチがすごい伸びるな、これめっちゃ踏み込む。ガオパンチで倒す男だ。殺虫パンチだわ。うわー危ない。おい、危ない。火の玉以外すごく一般的な敵だな。本当なんでこんな崖沿いのルートで進撃してんだろう。何なんだろうねこのルートね。ダメだ、来ないな。きゃー、一発食らったらもうやるし。3発食らっちゃった。ああちょっともうちょいやるべきだ。これ連打してないのか。いやダメだ。あれ出なかった。さっきのおっさんズボン履き替えたん、また同じおじさんがボス。同じ人だな。先回りしてんのかな。やべ減ったな。あ終わりか。じゃあちょっと出かけてくるわ。ジャッキーチェーンまで行けなかったけど脇腹がやられると MG 開脚。そうボス同じ。あボス、まあちょっと実は色違いだと思う。俺も出かける。うん、行ってらっしゃい。うわっ、いってらい、良い休日を。はい、まあどうせまた夜放送すると思うけど、夜なのか夕方なのか。ゲーム探しするかな。いやどうしようかな、悩んでる。はい、行ってきます。はやってるんでお気をつけて。そうだよ、もう一回やっちゃったよ。